パーディタは19世紀末にイギリスで活躍した競争馬である。19世紀における傑出した繁殖品馬の一頭であった。馬名のパーディタはラテン語で破滅を意味するペルディトスペルディトスの女性名詞資格単数がタッパディータ、ペルディタの英語読みである。2歳から5歳にかけて競馬に使われている。もともとは出走した馬をレース後に競りにかける。 セリングレースに出走する馬であった。チェスターフィールドナーセリーステークス、エアゴールドカップ、リバプールカップ、チェイシャーハンディキャップなどに優勝した記録が残る。1888年に900ポンドでアルバート・エドワードに購入され、王立牧場で繁殖品馬となった。繁殖品馬としては1899年に死亡するまでに全部で12頭の参考を出した。 主にセント・サイモンとの子が知られ、4番子のフロリゼルは、グッドウッドカップに勝った後シュボバとしても大成した。2冠馬か活代シュボバのパーシモン、3冠馬のダイヤモンド・ジュビリー、アメリカで種ボバとして成功したサンドリン・ガムなどもセント・サイモンとの3区である。パーギタの3区は、合計7万5000ギリ以上の賞金を終え、後世への影響も強い。ありがとうございます。